副腎は、哺乳類などに存在する内分泌器の一つである。腎臓の傍らに位置することから、この名があり、腎状態とも呼ばれる。副腎は二層構造をしており、内側を副腎髄質と呼び、外側を副腎皮質と呼ぶ。このように臓器の形態で見ると、副腎髄質は副腎皮質に包まれているものの、発生学的に見ると、 副腎髄質は外配用由来であるのに対して、副腎皮質は中配用由来である。すなわち、副腎髄質と副腎皮質とには、発生学的に直接の関連性を持たない。副腎皮質からは、コレステロールを減量に、多種のステイロイドホルモンが分泌される。それらのホルモンをまとめて、副腎皮質ホルモンと総称する。副腎皮質ホルモンは、 その機能から大きく3つに分類される。体内での糖の蓄積と利用を制御する糖質コルチコイド、無機イオンなどの電解質バランスを調節する硬質コルチコイド、そして生殖機能に関与する性ホルモン、特にアンドロゲンである。副腎随質からはカテコールアミンであるアドレナリン、ノルアドレナリンが分泌され、体のストレス反応などの調節を行っている。人の副腎は 1>, 1個が 5g 前後で、K は数センチメートル程度の扁平な円盤状内し半月状をしており、これが中央付近で山形に折れたような形、あるいは中央部が厚くなった形をしている。厚さは厚い中央部では1から 2cm 程度、薄い周辺部では 1cm 以下のところもある。これが全体として脂肪に包まれ、 左右の腎臓の上端に帽子が乗るように隣接して存在する。断面を見ると表面全体を覆う皮膜の下にはかなりの厚さにわたり黄色っぽい色をした油っぽい層、副腎皮質があり中央部付近にある暗い赤色をした薄い層が副腎髄質である。哺乳類以外の脊椎動物では皮質と髄質は混ざり合っている場合もありまた明確に分かれている場合もある。 分かれている場合には、皮質に当たる部分を人間組織、随質に当たる部分をクロマフィン体と呼ぶ。副腎を栄養している副腎動脈には、多様な個体差が見られる。その中で、一般的なパターンとしては、下横角動脈より分岐する上腹腎動脈、大動脈より分岐する中腹腎動脈、腎動脈より分岐する下腹腎動脈の3本の枝を有し、さらに、 これらが細い枝に分かれ副腎へと入る形態である。副腎の皮膜直下にはこれらの動脈が、皮膜下動脈層を形成しており、ここから2種類の動脈が出ている。単皮質動脈は皮質に入ると各層で、ホラ様毛細血管を形成する。毛状態のホラ様毛細血管は、随質の静脈層と合流して、最静脈を形成しており、随質をも栄養しているので、 これを副腎門脈系とも言う。一方、腸皮質動脈は皮質内で分岐せずに随質に入り、随質を栄養する。このため、副腎随質は直接関節の2種類の栄養供給を受けている。副腎から出ていく静脈を副腎静脈という。左右の静脈は走行が異なり、右副腎静脈は過大静脈へとつながっている。また、左副腎静脈は 左腎静脈と合流し、過大静脈へと注ぐ。副腎には、自律神経が多く入るが、これも、副腎動脈同様、副腎表面の数箇所から入る。副腎の外周部で、人では、副腎の75%以上を占める。副腎皮質には、中肺用由来の細胞が削上、または海上に配列しており、それらの細胞が、副腎皮質ホルモンを分泌している。 外側から、急上層、束上層、毛上層の3層に分かれており、それぞれ違った組織でできている。これらのうち、特に束上層が厚く、この部分だけで、副腎皮質の8割弱を占めている。細胞の間には、毛細血管が発達しており、分泌されたホルモンが全身へと運ばれるのを助ける。なお、3層は、明確な境界をなさず、 だんだんと移行するように見えるが、機能的には、それぞれ分泌する、副人皮質ホルモンの種類が異なると考えられている。しかし、それぞれの層にある細胞を分離して、生体外に置くと、すべて同じ物質を産生するようになる。このため生体内では、急上層の細胞が産生する、ステロイドあるいは代謝副産物が、血流を通じて下流にある多場上層の細胞の、 何らかの酵素活性を抑えて、アルドステロンの酸性を不可能にしており、同様に多場上層の細胞が酸性するステロイドや、過酸化物が猛状態でのコルチゾールの酸性や、分泌を抑制しているのだろうと示唆される。また、災害炎の急上層で新たな細胞分裂が起こり、古い細胞は順に内側の層へと押しやられながら、その性質が変化していく、とする説が存在する。なお、 副腎皮質ホルモンの分泌が何らかの理由で急激に減少するのが副腎クリーゼと呼ばれる病態である。副腎クリーゼは処置が遅れると命に関わる。急状態急状態は災害炎の薄い層で皮質全体の15%程度を占める。細胞は急状やその他不規則な階上に配列しており、外観は外分泌腺の線棒に似ている。 細胞同士の接着は主にデスモゾームを介して行われ、キャップ結合は少ない。細胞内の核は不規則な形をしており、束状態に近づくと休憩になっている。細胞質には、活面小胞体が多いが、束状態に比べると少ない。球状態からは、抗質コルチコイドが分泌される。束状態束状態は、皮質全体の78%を占める。 比較的厚い層で、細胞は列をなしてまっすぐな削除に並ぶ。細胞は、球状態のそれよりもやや大きく、細胞間接着は主にギャップ結合である。標本を作ると、細胞内に空法がたくさん見える点が特徴である。この空法は、細胞内にたくさん脂肪しずくがあることを示すが、この脂肪しずくは、ステロイドホルモンの原料で、ホルモン分泌が盛んであることを示すと、 考えられている。ただし死亡雫の量は種差しがあり、人はハムスターや牛に比べて多い。また細胞内には活面小胞体が極めて多く、細胞重量の40%から45%程度を占めている。ミトコンドリアも細胞重量の25%から30%程度と多いが内部構造はやはり種差しが大きい。しかし、 その理由は不明である。束状態からは糖質コルチコイドが分泌される。この糖質コルチコイドは、副腎随質における N メチルテン酵素の生合成にも必要であり、副腎皮質のホラ様毛細血管が、副腎随質の蒸脈層に合流するのは、このためである。毛状体最内層は、薄い毛状体で、皮質全体の7%程度を占めており、 細胞のつながった柵は乱れてお互いが絡み合った網目を作る。細胞は内部に行くほど小さくなり、また古い細胞の特徴である細胞室内へのリポフスチン下流の蓄積が見られる。核の変化やオルガネラの乏しさ、色素の蓄積から猛状態では細胞の変性が起こっていると見られる。猛状態からは性ホルモンが分泌される。 副腎髄質を構成するクロム親性細胞は、末梢神経になる細胞と同様の神経体に由来する細胞で、神経細胞と似た性質を持っている。大部分の細胞は、軸索、樹状突起などは持たず、アドレナリンかノルアドレナリンかのどちらかの物質を分泌する細胞である。一部の細胞は、神経細胞としても、性質を保持しており、大型で、 神経繊維を持つ神経節細胞である。自律神経からの刺激が神経節細胞を介して随質の細胞に伝わり、これらのホルモンを分泌させる。ありがとうございます。